9月27日、レノちゃんの誕生日でございます。おめでとうございます。すごい。レノちゃんが宮沢賢治の出版した唯一、はい、これ買っても全然嬉しくねレノちゃん可愛いと叫びたい幼児です。どうも、頭脳王同士語り合いたいレンジです。レノちゃんとサンリオピューロランドに行きたいタンクです。元ネタソースモード違うんすけどね。言ってくださいよ。ねえよ。まず一発目叫んでから行きましょう。始めましょう。おっと、君が好きだと叫びたいみたいなね。いいですよ、いくらでも。レノちゃんかわいい。本日9月27日、レノちゃんの誕生日でございます。おめでとうございます。しかもね、なんと20歳。はい、はい、やっぱり、ね、どうなんですかね、やっぱり人生の誕生日で一番なんだろう、めでたいというか嬉しい瞬間じゃないですか、20歳の誕生日っていうのは。そうね、そうね。もうそれ過ぎたらね、そっから年取るのが嫌になる。もう毎年毎年誕生日嫌になっていますから。そんな、俺ら何年も経験したわけじゃないんだから。いやー、2年、まだ1年、まだ青いだろ。俺らは青いだろ。まだまだまだ。いや、でもすでにそんな私たちの誕生日そこまで嬉しくなくなってきてますから。あ、それはわかる。はい、最後の一番嬉しい誕生日になるんでしょうということでね、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでね、今回は、まあ、毎度恒例の企画、はい、中村をやっていきたいと思います。よっしゃ。ではね、今回は、まあ、この3人が映ってるということで、出題者は、エンタの方にね、レノちゃんに関する問題ね、今回作ってきて もらってますので、やっていきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、ということでね、早速ね、中村王の方やっていくので、出題者のエンタ、ルール説明の方お願いいたします。はい、じゃあ中村王やっていきたいと思います。じゃあ問題は全部で10問です。で、基本1問1ポイントなんですが、何問か、関東の問題がありますので、はい、まあ、そちらに関しては関東で正解にします。なんで、まあ、関東できた人、まあ、関東してまあ、2問だったら、まあ、関東市2ポイント。そして、まあ、3問だったら、関東市3ポイントみたいな感じでやっていこうかなって思います。で、まあ、基本的には、まあ、お手つきありの。で、全員不正解だった場合、回答権が復活するという形でやっていこうと思います。じゃあ、早押しってことね。はい。はい、じゃあ、張り切っていっていきましょう。第1問、レノちゃんの生年月日は、はい。はいはい、さん、2001年、9月の、27日。はい、正解です。早いね。はい、いいですね。はい、レノちゃんの血液型は。あ、はい、タンク不明。あ、そうだ、正解。ちょっと前にやったわ。よし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 。マジか。覚えてた。いやー、何でも言われたんだ。ABABO 一順回る AB まで想像したのに、はみたいなね。よしよし、覚えて。どういうことみたいな感じになるのを想像して、うわー、覚えてたか。ちょっと前にやった。偉い偉い偉い。よし。はい、じゃあ第3問。レノちゃんの出身都道府県はどこでしょう。はい。はい、どうでした。東京都。正解。ああ、なんとなくためてない。いや、東京都しかないよな。東京都ですね。はい、じゃあ第4問。乃木坂工事中バレンタイン企画でレノちゃんが指名したメンバーは誰。はい、はい、タンク。高山さん。あ、そうだ、正解です。やったわ、これ。なんでこんな考えじゃん。はい、まあ、これね、レノちゃんの弟がお世話になってますよね。そうだね。よし。みんなピッチが早いな。はい、じゃあ第5問。乃木坂工事中3期生紹介会でレノちゃんが披露した特技は。はい、はい、おはやし。正解です。おー、そうだっけ。いいですね、おはやし。
そうですね、正解はお囃子ですね。なんか生駒ちゃんとさ、あのなんか生駒ちゃん太鼓やって、レノちゃんがあのなんか横笛吹いてる、そうそう、だから、まあ、横、まあ、お囃子、まあ、横笛でも正解です。すげえ完璧ですね。よくできたね。覚えてたな、それは。すげえ、全然分かんなかった。いや、すごい、なんかね、あのさ、その前のさ、なんか久保ちゃんがさ、なんだっけ、なんかやってひどくてさ、その後ちゃんとできてさ、ぬるちゃんがなんか、はいはいはい、こういう風にやるんだぞみたいなのなんか下の先言ってんの、すごい印象的だった。すごい上手だったね。そう、普通に上手かった。第6番、乃木坂工事中 B 級ニュース2020で語った、中村玲乃がファンから心配された。はい、はい、4時、中村玲乃留年説流れる。正解です。そう、これだ。これまあ問題全部言いますと、2020で語った中村玲乃がファンから心配されたことは何でしょうというね。舞台かなんかで、そうそうそう、あの参加できてなかったんだけど、あのその写真になんかみんなさ写ってなかった、そう、写ってなかったんだけど、あのまあね、なんと頭脳ですから、はい、あのさっき最初に見せたけど、レノちゃん頭脳だから、あれ留年したんじゃねっていう噂が流れる。いいですね。今6問なんですけど、4で4ポイント、はい、でタンクが2ポイントで、レジはまだ0ですね。頑張れ。じゃあここね、第7問、乃木坂工事中第2回頭脳王において、レノちゃんが宮沢賢治の出版した唯一の、はいはい、4時、卵の多い料理店。それ正解。素晴らしいね。じゃあ第3問、はい、中村玲乃がフロントでパフォーマンスをしている3期生楽曲を全てお答えください。3期生楽曲、じゃあ全てってことは複数あるというよ。わかんないから、ちょっと言っとくわ。お、タンク、毎日がブランニューデイと僕の衝動。なんでカメラに映ってないところで腹立つ顔すんのやめてほしいよ。なぎし超腹立つあれ。あ、残念ですね。ちなみにどちらも不正解です。はい、はい、ジョージ、3番目の風とときときめきめき。違います。おっと、残りの3期生楽曲なんだ。はいはい、デジ、ときときめきめきと、未来の歌。イエス。違うか。はい。はい。思い出ファーストとときときめきめき。違います。やばい、めっちゃタク絞られてる。やばい、タク絞れる。やべ、早押しだ。あとも何タクあります。はい。はい。ときときめきめきと、自分じゃない感じ。違います。やべえ。え？なんで？3期生曲が出てこない。まだあの曲を忘れようない。ああ。マジか、あれそうなんだ。一巡まだね。待って。タンクが答える前に絞り出さないと早くだけ。答えろ。待って。分かったわ。タンク、もうちょい落ち着け。落ち着くな。早く答えろ。なんだっけ、あと。やめます。はいはい、4時、ときときめきめき、大人たちに支持されない。正解です。なるほどね。いや、わからんわ。でもフロントなんては分かってないわ。忘れてた。サムキ制楽曲で、あと思いついたらそれしか。なんで忘れちゃってるんですかね。一番最近や。これね、実はね、まあ、MV ないんでサムキ制ライブしかね披露してないんですよ。なるほど、それはイメージあるわけないわ。第10問、アンダーライブ2021のリクエストコーナーでレノちゃんがソロで披露した曲は何でしょう。あー、無理だ。え、待って、なんだっけな。あー、見てねえから。はいはい、上手。またぼこり。残念。はいはい、ないもんのせいだ。違います。はいはい、ほぼ席も違います。じゃあまあヒント1個出します。はい、ちょっと皆さん出てたんですけど、ある方のソロ曲です。ソロ曲です。ソロ曲です。
はい。タンク。強がるつぼみ。シアンス。はい。よし。あなたのために来て。シアンス。はい。ハブだけだ。ブリブリ。シアンス。ちょっとじゃなかった。おいしい。確かにナちゃんの曲だったら両方収穫してくるな。いやとも限らないと思うんだけど、まあ、なんか違った気がするんだよね。覚えてそうだよね。はいはい。レンジ、そんな楽しい曲歌うのか時々私思い出してくる。違います。なんでさっきから悲しい曲ばっか出てくるんだろうこれ。結構前その曲ってしびりしたけど、しびりして、まあまあ、サイユレディみたいなのかな。はい、はい、自分のこと。違います。はい、はい、た硬いからのように抱きしめたい。正解です。アスカちゃんの曲だったんだ。今、ヒント出そうと思ったらソロ曲だけど、卒業ソングじゃないですとか。あ、なるほどね。俺、いい先生だね。いい先生だね、うん、そう。最終問題、第10問。中村るの生誕グッズ2020にはある言葉が書かれているだけのシンプルすぎるデザインが話題になりました。その言葉とは。生誕グッズ確認しねえかな。いや、これですね、私たちの中で結構話題になりました。マジで結構その話をね、私たちはしてる。はい、よくチョコレート。違います。違うか。めっちゃ書かれてそう。言葉が書かれただけ。確かになんかめっちゃシンプルだったんだよ。そう、書いただけやみたいな話をしたような気がする。そう。何だったか全然覚えてない。今年じゃないですよ。今年ももう出てるんですけど、もちろん。でも覚えてない。ただ、まあ、今年は、まあ、なんだ普通の生誕。なんだけど、まあ、写真使ったやつじゃないですか。なんかそうだから、去年がね、ドシンプルだね。あれ？これみたいな。そうか。はい。もう。はい。はい。元気になれーの。違います。何時間ってるやつ。なんだなんでそれ。なんだなんだ。やらっていいですよね。はい。ゲームの名前、なんか大乱闘かなんかする感じ。名前それにしてる。元気になれるのにしてる。チョコレートと元気になれるのだな、そんなやつ。俺らスマブラするときだって。はい、じゃあヒント出します。まあその乃木坂とか関係なく、若者にその2020年に流行った言葉が入っています。はい、キュンです。違います。いや、そういう路線ってことです。そういう路線です。若くないからきつい。なるほどってなります。若くないからきつい。その問題さすがに俺らでも、そんなにその流行りに乗っかるとかじゃない俺らでも絶対聞いたことある。言ったな。本当に？うん、言ってよ。はい、よし。ピエン。違う。まあ、でもね、なんとなく合ってる。そんな感じ。なんか、そういう、なんか。あとなんかあったかな。ピエンとキュンキュンが。そこないよな。はい。私、若者とかはその3つしか知らない、俺。言われたら出てくるかもしれないけど。若者になれ、俺の頭。若者のことかが分かんない。分かんないね。パスしてくるね。パスで。はい、パスですか。じゃあ、最終ヒント。レノちゃん、うん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 みたいな感じです。 5文字ってこと？それは関係ない。あ、5文字です。5文字です。はいはい、タンク。レノちゃんしか立たん。正解。レノちゃんしか立たん。レノちゃんしか勝たん。正解です。そう、2020年。ああ、ちょっと写真をね貼っとこうかなと思うんですけど、もうね、レノちゃんしか勝たん。これ締め切り前日に書いたのかなみたいな。締め切り1時間前、どうしようみたいな。
なんかそう思われても散々俺言ってたわその言葉。そうだから言ったじゃないですか俺に散々ね本当に聞いたことないんだねとか言って散々っぱら自分が言ってたのにめちゃめちゃ言ってたわそれ自分散々言ったのにさ俺の方が疑ってきてこれ勝っても全然嬉しくねあ結果発表はい、お疲れ様でした。なんかね、長期戦になりましたね。じゃあね、3位ケンジさん、はい、ゼロポイントです。ゴーッやっちまいましたね。やっちまいましたね。全然もう後半のもう知らない、全くアンダラも見てなかったし2020年は正直あんまね参加してなかった年だからまあ言い訳になっちゃうけどちょっとそうだねついていけなかったなっていうちょっと不利だったかもね。2位4ポイントタンクです。イエーイ。まあほぼマグですねで、あなたはねこの世間ちょっと疎いほぼマグですね。じゃあ堂々のね1位6ポイント幼児です。いやこんなさなんか圧勝することってまあ久々っていうかほとんどないけどさ全然嬉しくねえんだよな。不完全燃焼。いや最後の最後ねあんだけ言ってたのに結構よく言ってるからあんだこんな10問目こんなんかって言われちゃうかなと思って出したらえ答えないのと思ってまさかのね。まあね、あやてよしなんでそういうことだと思います。あなた逃げたな。はい、この動画を見てね、少しでもレノちゃんのことをもっと知りたいと思った人はチャンネル登録とグッドボタンコメントの方よろしくお願いいたします。それでは次回も楽しんでいきましょう。